始まりました。くるみちゃん大好きなママとゆいちゃんの YouTube チャンネルへようこそ。はい、サンリオ私ふこと M ちゃんです。はい、本日の動画は年パス持ちの週に1回ピューロランドに遊びに行く私たちなりにたくさん通ってきた中で、本当は人に教えたくないんですけど、これは一番効率がいい回り方なんじゃないかなっていう、朝のピューロランドの過ごし方、お子様連れでも安心な回り方を本日はご紹介していきたいと思います。まずピューロ行ったらね、本当に朝の時間めちゃめちゃ大事です。入園する前からピューロランドは私たちの中で始まってますので、いろいろこれをするだけで必ずその日のピューロランドの過ごし方がめちゃめちゃ楽しくなるので、知ってるのと知ってないのじゃ全然違います。ぜひ動画の最後までご覧ください。もうほんといっぱい通ってきた中で、あ、これベストだなっていうのを見つけたんで、皆様にシェアしていきたいんですけれども、ただその日のイベントだったりとか、新しくねショーとかパレードとかどん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 始まってますので、まあ、その日に合わせて、毎回この動画通りには動けないと思うので、一応参考程度に聞いていただけるととても助かります。はい。ではまずね、この動画をね、見てくださってる方は、よくピューロランド行く方もいれば、初めてピューロ遊びに行くんだ。でまず何したらいいかわからないっていう方、きっとたくさんいらっしゃると思いますので、もう右も左もわかりません状態の方にわかるような、説明をできればなと思っております。はい。で、まずですね、ピューロランド遊びに行くときに必ずホームページなりアプリ、取得していただけると、とってもその日のね、効率よく回れる、さらに回りやすいかと思います。アプリを取ると何がいいかって言いますと、まず一つ目は来場予約。ピューロランドの公式アプリで来場予約が取れます。もちろんアプリを取らなくてもホームページから、来場予約を取ることもできますので、お好きな方で来場予約をしてみてください。で、アプリ取っとくとね、来場予約なり、あとその日のリアルタイムで待ち時間が見れるので、あっても絶対いいと思います。で、その他、ショーの時間とかも、紙のこういうパンフレットをもらい忘れちゃっても、アプリの中で確認ができるので、あ、紙のパンフレット取り忘れちゃったからスタッフさんどこかなとか、あ、エントランスの方に戻らないとダメかななんて、大変だと思うので、必ずアプリあるとかなり便利だと思いますので、アップストアなり、Google ストアなどでチェックしてみてください。はい。で、まずですね、入園したらまず何したいって言ったら、皆さんね、カチューシャ買わなきゃとか、どうしよう、何しよう、アトラクション並ぼうかなってなっちゃうと思うんですけど、私たち的にこれご利用しなのが、まず入園したらやることその1、キャラグリレジデンスの整理券を取得でございます。はい、こちらですね、キャラグリレジデンス、皆さん行ったことありますか？はい、こちらは無料で整理券の取得ができて、なおかつその指定の時間に行くとキャラクターと会ったりお話ができたりハグができたりっていう施設になります。こちらのね、キャラグリレジデンスが、だいたいいつもじゃんこんな感じで会えるキャラクターが毎日違っております。期間限定で会えるキャラとか人気のキャラクターもね、その日いるとは限らないので、必ずアプリやホームページで今日はどのキャラに会えるかなっていうのをチェックしてみてください。で、結構そのいつも固定でいらっしゃるのが、ポムポムプリンとシナモロールは必ずいます。ただし、マイメロディや、クロミちゃん、ポチャコくんなどは、日替わりになっておりまして、他のキャラクターは、例えばお誕生日が近かったりだとか、例えば8月なら8月だけレジデンスにいますよっていうキャラクターもいたりとかっていうのがありますので、普段会えるキャラクターと、なかなか会えないキャラクターがいるので、そこはね、自分の好きなキャラクターだったりとか、あんまり会えないから、こういう機会に会っておこうというのがあるかと思います。でね、その、なかなか会えないキャラクターちゃんになりますと、レジデンスの整理券のなくなるのが、
マジで秒で亡くなります。入園してすぐ行っても、あ、もう亡くなっちゃったっていうことが必ずあるので、本当に入園したらすぐ行っていただきたいなと思います。で、いつも会えるそのプリンくんだったりシナモンくんは、いつも会えるからまあ昼過ぎに整理券取ってもまあ会えるでしょうなんて思ってたらお間違い。ピューロのレジデンスって、その自分で例えばじゃあ11時に会いたいから11時を選ぼうとか、で閉館間際にキャラグリ行けたらいいな、5時ぐらいにしとこうかなっていうのができなくって、行ってそのモニターで、例えばシナモン君はもう3時ですとか、シナモン君は2時ですとかって書いてあるので、行ってみないとその会える時間っていうのがわからないんですよね。でそういう自分で選べるとかそういうわけじゃなくて、もうその日の行ったらその時間しかもうないみたいな、時間は決められちゃってるので、例えば3時はミラクルギフトパレードあるからどうしよう、シナモン会いたかったのにミラギフと被っちゃうから、え、どっちにしようとかってなってしまうので、一番朝早く行くと割とそのショーと被らなかったりだとか、自分のペースで動きやすくなります。できれば朝一にもうキャラグリレジデンスの整理券の取得はマストだと思っておりますので、本当入園して何したらいいかわからないという方はまずキャラグリレジデンスに行ってみてください。はい、とってもおすすめです。そして、これはねもう本当にたくさんピューロに行ってきた中でメルヘン工房の一番待ち時間少ない時間って何って思いませんか？はい、メルヘン工房とはこういった感じのネームプレートが作れるお店になっております。過去にコギミュンで、大橋和也くんが好きだった、なにわ男子のね大橋和也くんが好きだったのでちょっとカズヤって作ったんですけど、こういったね可愛いプレートが作れるメルヘン工房があるんですけれども、メルヘンはもう常に混んでるイメージがすごいあると思うんですね。でもマジでお昼とかすっごい混んでるんですけど、一番空いてる時間をこの動画見てくださってる方に教えちゃいます。これもまた朝一なんですよね。ぜひ朝行ってください。全然並ばないで作れます。比較的に空いてる時間で言いますと朝一が空いてる、でその次に昼がまあちょっと空いてる、まあ少ない時間でまあ作れるかなっていう感じなんですけど、一番混んでるのがもう閉館間際で、閉館間際になるともう早めに、もう販売終了ですだったりとか、もうこの時間ラストオーダーと言いますか、もう並べませんよみたいな、まだ全然閉館まで時間あってももう並ぶのおしまいですってなってしまうことがあって、あ、せっかくピューロ来てこれ作りたかったのに作れなかったってなったら本当にもったいないと思いますので、もうピューロ来たら私的にはレジデンスの整理券取ってメルヘン工房で名前作るの流れが割と効率がマジで上がります。おすすめです。本当に朝はもう並ばないですね。その後昼前後からはもうこれ何時間並ぶのっていうこと全然あって、でもちろん土日祝は特に混んでいますので、お名前プレート作りたい方はぜひ朝行ってみてください。そしてですね、9月8日からハロウィンの新イベントもピューロランド始まります。でこんな感じでじゃん、もう可愛すぎる。今回のハロウィンイベントはクロミちゃんが主役のハロウィンになっております。私たちも行くのすっごく楽しみなんですけれども、こういった感じで新グッズも大量に発売されております。グッズやお土産いつ買おうかなって、どの時間空いてるかな、お考えの皆様、これもぜひ朝おすすめでございます。朝は本当にねエントランスショップ空いております。もうね閉館間際はもうレジにすごい並ぶ、じっくり欲しいものを選ぶっていうのがなかなか難しくなってしまうぐらい、もう人混みでこう大変な思いをすると思いますので、特に小さいお子様連れのお客様は朝行くと、もう本当にスイ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 欲しいものをたくさん買えますので、
エントランスショップも朝一がおすすめでございます。なのでね、もうほんと流れで言ったら、ちょっとね、一回階段降りて一手間なんですけれども、レジデンス行って、でまた階段登って戻るんだけど、お名前プレート作ったり、エントランスショップでお土産を買って、その後ロッカーに入れちゃえばもう手ぶらで遊べちゃうので、その流れは本当にゴリ押しです。なのでできれば朝は本当にレジデンス整理券の取得もできますし、例えばパレードとかにもね、決まった時間があるので、そういったショーパレードと被らなくてグーでございます。本当に効率上がりますので、これはもう年パス持っている私たちなりにおすすめの回り方でございます。もしね、皆様の、こういった効率のいい回り方、私たちなりに見つけたよっていうの何かありましたら、コメント欄などでもぜひ教えてください。はい、じゃあ本日の動画以上になります。ピューロランドハロウィンのイベントが10月31日、くろみちゃんの誕生日まで開催しておりますので、ハロウィンの時期ぜひ遊びに行ってみてください。でこの動画が良ければグッドボタン、応援などもよろしくお願いいたします。そしてチャンネル登録500人突破、本当に皆様のおかげで突破することができました。本当にありがとうございます。これからもね、 M ちゃんとイオイちゃん2人で活動してまいりますので、応援の方ぜひよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。